原節子、原節子、原節子、1920年6月17日から2015年9月5日は、日本の女優。本名は、相田正恵。永遠の処女と呼ばれ、戦前から戦後にかけて活動し、日本映画の黄金時代を体現した。代表作に、我が青春に、悔いなし、青い山脈、飯、東京物語などがある。1963年に、 女優業を引退し、2015年に死去するまで、陰遁生活を送っていた。2000年に発表された、キネマ淳法の20世紀の映画スター、女優編で、日本女優の第一位に輝いた。神奈川県吉祝郡ほどがや町片平、現在の横浜市ほどがや九月県内で、父、東之助、母、並の間に生まれた。兄弟は男三人、女五人であった。 小戸谷神城高等小学校から私立横浜高等女学校、現横浜学園高等学校に進むが、家庭が経済的に困窮していたこともあり、次女三代と結婚していた映画監督の熊谷久虎の勧めに従って映画に入ることにし、女学校を2年で中退した。1935年4月15日、日活玉川撮影所に入社し、 同年の日活映画、ためらふなかれはコードよ、田口明監督で映画デビュー。同作で演じた、役名、節子から芸名を取って、原節子とした。1936年、第七回出演作品、高知山総春撮影中に見学に来た、ドイツのアーノルド・ファンク監督の目に留まり、初の日読合作映画、新しき土のヒロイン役に抜擢される。ファンクは、 当初、田中絹代も一緒にキャスティングしようとしたが田中が、小竹の専属であったために叶わず、原のみのキャスティングとなった。伊丹万作監督も壊れて協力した。この作品は、結果として、ファンクが編集した版と、ファンクと対立した伊丹が編集した、版の両方が作られてどちらも公開された。1937年3月12日、原は、義兄。 熊谷久虎や東亜の川、北長政らと共に、下関からカイロ大連に向かった。そこから、シベリア鉄道を利用して3月26日に、ベルリンに到着。先に帰国していたファンクが一行を出迎え、アドルフ・ヒトラーはじめ、ナチ党幹部がこの映画を、すでに見ており、皆から高評価を受けたと伝えた。宣伝賞の工作もあって、原は、ドイツ各地で大歓迎された。 この後一行はフランスからアメリカへ渡り7月28日に帰国した。ちなみにこの新しき土における日独合作映画の制作は11月25日に締結される日独防共協,協定の交渉と準備のための両国スタッフの往来をカモフラージュするためのものだったという11月30日に発足した東方映画株式会社に移籍する 新しき土への出演によって、一躍、銀幕のスターダムに駆け上がった、腹だったが、もっと勉強してからスターになるべきだったと、小杉勇十回したように、しばしば演技が未熟であるという批判にさらされることになる。今井忠氏によれば、戦中の腹は、義兄、熊谷久虎に影響されて、ユダヤ人暴略説を唱えていたという。太平洋戦争中は、年の、 ハワイマレー沖海戦をはじめ、決戦の大空へ、勝利の日まで、暴露の決死体などの戦意紅葉映画に、数多く出演している。1946年9月、終戦後の翌年の原は、資生堂のイメージガールに起用され、戦後初の多色スリポスターが街中を賑わせた。さらに黒沢明監督の戦後初の作品、我が青春に、悔いなしのヒロインに抜擢さる。 当時の東宝は、いわゆる東宝葬儀の最中にあり、その煽りを受けた原は新東宝映画製作所に移る。1947年6月フリーの女優として独立する。フリー第一作は、初の小竹出演作品となった安城家の舞踏会、1947年であった。同作のヒットで原は、戦後のトップ女優としての地位を確立した。 1949年、青い山脈では、女性教師役を演じ、服部良一作曲の同名主題歌と共に、映画も大ヒットした。初めて、小津康二郎監督と組んだ作品、晩春に出演。1961年、小早川家の秋まで、小津監督の6作品に出演を果たすことになる。原は、一般的に、作品での印象が強いが、 出演作の中で最も多くメガホンを取ったのは山本札夫監督7本であり以下6本で小津、島津康二郎、渡辺邦を今井氏が続く。小津監督は女優としての原節子を絶対的に高く評価し自らの作品に起用し続けた。1949年昭和24年は晩春、青い山脈、お嬢さん乾杯の演技が評価され、 毎日映画コンクールの女優演技賞を受賞した。ルックス選考の人気と囁かれてきた原にとって演技面での評価を受けることは長きにわたる祝願であった。1952年の東京の恋人以降、しばらく出演作が途絶えたことでマスコミから説の存在と表現されるようになった。1953年公開の恋の風雲児は1945年作品。 ところが、原が、現場に復帰した1953年、白尾の御殿場駅での撮影中に、原の眼前で、実刑、相田義夫、東方のメラマンであったが、女子の伊藤哲夫と共に列車に跳ねられ不慮の死を遂げるという悲劇にあった。小津監督と原の代表作になった、東京物語はこの事件の直後に暗いクインしている。百五十四年、原は体調を崩して、 通院を繰り返すことになり、引退を囁かれるようになった。1955年、公開された、のんちゃんグモに乗るでは初めて母親役を演じる。体調が回復した。1956年、作品、婚約三バガラスが原にとって、初のカラー作品である。1961年、日本映画の年間制作数は548本に、達するが、 これをピークに映画産業は社用化していく。1962年、稲垣博監督による東方創立30周年記念作品、中心ラゲの巻、雪の巻が封切られ、原は大石倉之助の妻まり句を演じた。これが原にとって最後の出演作品となった。1963年12月12日、小津監督が 東京医科歯科大学附属病院で母子、その日は、小津監督の感激の誕生日だった。その通夜に出席したのを最後に、原は、女優業を事実上引退し、移行表舞台には一切姿を見せなくなった。晩年の原は、鎌倉市で親戚と暮らしているとされ、近況に関してはほとんど外出しないが元気で、あったということだけが伝えられた。引退に関しては、 置いていく姿を人前に晒したくないと考えていた。撮影用のライトで白内障を患い、健康上の理由で引退を決意した、戦前の国作映画に出演していた自分の責任を強く感じおり、けじめをつけるべきだと考えていたといった、様々な憶測が飛び交ったが、高橋治は原が、小津の死に準じるかのように公的な場から身を引いたと表現している。当時、その理由として、 畳の上での芝居がしづらくなったから、と、岡田真理子に語っている。1968年9月、小津との共同脚本家、野田公吾のツヤに出たのを最後に、公の場から姿を消した。1993年、リュウチ州のツヤ前に国秘に訪れ、一部の関係者に気づかれたのが、最後の目撃であった。1994年、東京都内の、 かつての自宅の土地を売却し、約12億円の所得を得たことで、この年の高額納税者番付で全国の75位で登場し、この時再び話題となった。2015年9月5日、肺炎のため、神奈川県内の病院で95歳の生涯を閉じた。腹の不法は没後、約2ヶ月半が経過した11月25日に、マスメディアで伝えられた。 原節子は、明確に引退宣言はしていないので、実質最後の作品になった、中心暗げの巻、雪の巻、1962年以降に限って記す。そのほとんどが隠し撮りであった。小津安二郎監督は、一次世間から美貌が災いして、演技が大変まずいという酷い噂を立てられたこともあるが、僕はむしろ世間でうまいと言われている俳優こそまずくて、彼女の方が、 はるかにうまいすら思っているとし、1951年には、原節子ほど理解が深くてうまい演技をする女優は、珍しい。原節子は大根だと評するのはむしろ監督が、大根に気づかぬ自分の不明を露呈するようなものだ。実際、お世辞抜きにして、日本の映画女優としては最高だと私は思っている、とも語っている。現役女優の頃は、美貌のトップ女優で、 その早い引退と引退後の完全な陰遁生活、生涯独身を貫いたことなども、同じことから、日本のグレタガルボと言われている。原と同様、オズ作品に多数出演した俳優のリュウチシュ集は著書、大船に一気で、原さんは、綺麗なだけじゃなく、演技も、上手でした。ほとんど NG も出しません。滅多なことでは俳優を褒めなかったオズ先生が、 あの子はうまいねとおっしゃっていたのですから、相当なもんです。普段はおっとりとして気取らない方でした。美人に似合わずざっくばらんなところもありました。撮影の合間に大きな口を開けて、あははと笑っとられたことを覚えていますと回想している。原と共演したことがある女優の司か子は、原の一番の魅力を清潔感としてき、演技では出せない記事の魅力としている。 2014年発表のオールタイムベスト日本映画男優女優では日本女優4位となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。